タリストの今堀義明です。京都でバンド活動したりギター教室を運営しています。はい、今日はですね、2022年8月6日に行われた、今堀義明トリオの、ダイジェストをねお送りしたいと思います。はい、ダイジェストと言いましても、もうね1時間近くになります。1時間近くの動画になります。はい、でこの、トリオでのアルバムが、まあ、これは完成する直前の、ライブだったんですけど、今はですねこう無事完成しました。はい、こんな感じです。でこのねメンバーで、レコ発、ライブツアー回る、予定になってます。はい、まあ、今までのね僕のアルバムっていうのは、まあ、僕がメインで、あとはねドラムベースにそれぞれこう曲によって違うメンバー集めたり、まあ、ゲストに入ってもらうっていう形で、まあ、どっちかっていうとあのセッション的な感じで作ってたアルバムなんですけども、今回はですね、まあ、前回の作品が7年前なんですけど、まあ、そこからですねもう一から一度、メンバー選びから、そしてね曲作りから、作り直して、このね3人でしか出せないサウンドっていうのを目指して作りました。なのでこの正三角形のデザインになってます。要は一つ、どれ一つかけても、ダメだっていう意味で正三角形にしてます。はい、まあ、このねアルバムを引っ下げて、ツアーもあります。もうね実は滋賀県は、11月4日に終わりました。たくさんの、ね、ご来場ありがとうございました。本当にね YouTube 見てあの来ていただいた方とかもおられてとてもね嬉しかったです。で次はですね、20日は、京都、そして年末北陸、で来年、年明けて、東海道ですね、東海道は、東京行きます。東京、浜松、名古屋って感じで、あと九州もその後行きます。北九州市と、福岡という感じで、行きますので、ぜひね概要欄の URL より、500受けたまってますので、そちらからぜひよろしくお願いします。特にですね東京はですねもうすでに、半分ぐらいですかね、予約500いただいてます。本当にありがとうございます。はい、皆さんとねお会いできるの本当に楽しみにします。で、あとオンラインショップですね。オンラインショップの方はねちょっと、今レッスンやったり、このライブツアーにちょっと専念するために、停止してますけども、CD この方は、今言ったツアーが終了してから販売したいと思うんで、そちらもねぜひよろしくお願いします。1月後半になると思います。はい、でね、ライブ来ていただける方は、このね今から流す動画を見ていただいて、まあ、予習してもらえるとより楽しめるのではないかなと思います。はい、でこの日の、使用機材ですね。使用機材はAKG の 100W のアンプ、お借りしまして使いました。そしてストリングドライバーの、12インチ2発のやつのキャビネットで鳴らしてます。はい、でギターは、73年のソナタキャスター、これ1本で、通してます。はい、まあ、曲はですね、まあ、この YouTube 見ていただけてる方ならおなじみというか、レッドエクスペリエンス、そしてジェリーフィッシュ、モーニングローン、キューブとかという感じでほとんど、やってます。はい、でまたね CD と違ってライブならではのサウンドになってますので、結構ねテンポ早めでやってる曲だったり、まあ、お客さんのね反応次第でソロの展開とか3人のね、インタープレイとかもいつもと、毎回違う感じになったりとか、そういったところねあの見ていただけると、嬉しいです。では、ライブのダイジェスト動画、ご覧ください。
これでファーストセットちょっと終了して休憩してまたセカンドセットやるんで、ゆっくり見ていてください。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.
時間を、お願いいたし、井上義明でした。ありがとうございました。